ヘルシンキ。ヘルシンキは、フィンランドの首都で、同国最大の都市である。また、バルト海東部のフィンランド湾に面した、同国南部のウーシマー県の県庁所在地である。人口は616,042人。2013年2月28日現在、都市的地域の人口は1、176,976人。2012年12月31日。 現在、ヘルシンキ都市圏である、の人口は約140万人で、フィンランドでは最も人口の多い自体と都市域を形成している。ヘルシンキは、ロシアの旧都サンクトペテルブルク、エストニアの首都タリンと同じく、フィンランド湾に面する主要都市の一つである。ヘルシンキからの距離は、東のサンクトペテルブルクまでは、南のタリンまではである。なお、西にの距離に位置する。 バルト海の対岸のスウェーデンの首都ストックホルムも加え、これらの都市とヘルシンキは、歴史的に密接な関係にあった。ヘルシンキ都市圏には、核となるヘルシンキの都市的地域とエスポーやバンター、周辺のベッドタウンが含まれる。ヘルシンキは100万人以上が住む、都市圏としては最北に位置する都市圏で、欧州合華名国の首都としては最北に位置する都市で、あり、 フィンランドの政治や教育、金融、文化、調査センターなど様々な分野の中心都市でヨーロッパでも最北の大都市である。フィンランドで事業を行う外国企業の70%はヘルシンキ地域で事業を行っており、2009年に2012年の世界デザイン首都ににより選ばれ、僅差でアイント方変を破っている。 エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは2012年8月に住むのに適した都市の調査でヘルシンキは総合で8位にランクした。2011年の調査リバブル・シティーズ・インデックス2011でヘルシンキは最も住むのに適した都市に位置している。ヘルシンキ・ヘルシンキの故障はほとんどの言語でヘルシンキの都市を言い表すのに使われているがスウェーデン語では使われていない。 スウェーデン語での古称は、ヘルシングフォシュで、もともと、ヘルシンキ氏の公式名称であった。最初期の綴りは、ヘルシンジェファースフィンランド語での名称はおそらく、現在バンター側の名称の川に使われていた、似たような名称である、ヘルシンガからで、14世紀にはすでに記録されていた。ヘルシンフォスは、周辺に、教区の名称である、フィンランド語のヘルシンキの元になった。 ヘルシンジと急流の、で、元の村を流れていた。他の提唱では、ヘルシンジの名称は、中世のスウェーデン人の入植者が、スウェーデンのヘルシングランド地方から来たというものである。他の説では、ヘルシングの以前の形である、スウェーデン語で首を意味する、ハルスからで、川の狭い部分を言い表し、すなわち急流を、表している。他のスカンディナビアの都市でこの種の似たような、 地理的な場所にある都市には、ヘルシンゲルやヘルシンボリーがある。での俗称にはスタディストディ、スウェーデン語では、都市や、町やヘサヘサ、ヘルシンキの短縮スラングの設備時差がある。ストディは、和社が、ヘルシンキの地元出身であると主張するときに使われる。和、北部サーミ語でのヘルシンキの故障である。ヘルシンキは1550年に、公益の町として、 グスタフ一世により、ヘルシングフォシュヘルシンフォスとして、ライバルとなる、ハンザ同盟の都市レバルレイバル、今日のエストニアの首都タリンに対するために創建された。ヘルシンキは貧困、戦争、災害に見舞われ都市の計画は少しも進まず、小さな町のままであった。1710年のペストでは、ヘルシンキの町の住民の多くが亡くなった。 海軍の要塞であるスオメンリンナの要塞が築かれた18世紀になるとヘルシンキの状況も改善されたがロシアがスウェーデンを破った第二次ロシアスウェーデン戦争と併合によるフィンランド公国が成立する1809年まで十分な都市の開発は行われなかった。戦争中ロシアはスオメンリンナの要塞を包囲した。そして1808年の大化により 市外の大部分は消失している。アレクサンドル一世はフィンランドでのスウェーデンの影響を減らすことやサンクトペテルブルクに近いことから首都をヘルシンキに移した。続いて1827年に起こったで、当時フィンランドでは唯一の大学であったはヘルシンキに移転され、最終的には現代のヘルシンキ大学になった。この動きは都市の新しい役割を強化し、 成長の継続を促進させた。これは明らかに市街の中心のほとんどをサンクトペテルブルクに似たドイツ生まれの建築家の計画による新古典主義の街並みに変え入る。他の点では鉄道や産業化などの技術の進歩は都市の成長の背後にある重要な要素であった。フィンランドの20世紀前半の歴史は混乱し続けたがヘルシンキは継続的な発展が続いた。 ヘルシンキのランドマークとなる出来事は、第15回大会となる、ヘルシンキオリンピックが1952年に開催された。1970年代にはフィンランドでの急速な都市化が他のヨーロッパの地域と比べ比較的遅く起こり、都市圏の人口は3倍になり地下鉄網などが整備されている。ヘルシンキはいくつもの湾や半島、島々に市街が広がっている。 市街の中心は半島の南側に広がるが実際の名称であるの名で呼ばれることはあまりない。多くのヘルシンキ中心部の外側は互いに森林の区画で分かれていたものが戦後開発された郊外で構成されている。は、中心部から北側の市境に伸びる市民の憩いの場である。ヘルシンキの大きな島にはとヘルシンキ動物園がある。 他の重要な島には、要塞の島であるスオメンリンナ島や、軍の島であるがある。は、ゲイやナチュラリストにサマースポットとして好まれ、ニューヨークのに匹敵する。ヘルシンキの都市的地域は10の異なった自治体に広がり、フィンランドでは唯一メトロポリスを形成している。人口は115万6211人を要し、面積は6 3 1 1 1トルを占め、 人口密度は1836.8人キロメートルである。フィンランドでは最も人口密度が高い地域で、ヘルシンキに続くタンペレの3.7倍になる。ヘルシンキの首都圏は、ヘルシンキ、エスポー、バンターの都市で構成され、7 4 5 1 1トルを、締め人口は約100万人である。フィンランドの国土のントの地域に、 人口の19%が居住し、住居の密度はフィンランドの平均よりも高い。ヘルシンキ首都圏には雇用も大きく集中し、約58万人の雇用を要している。土地利用の度合いにかかわらず、地域には大規模な保養地や緑地が広がっている。ヘルシンキ首都圏は、世界最北の人口100万人を超える、都市的地域で、欧州連合加盟国の首都の中でも、 最北の都市である。また、ヘルシンキ大都市圏には130万人の人々が、暮らしこれは、フィンランド人の4分の1にあたる。ヘルシンキは湿潤大陸性気候である。バルト海や、北、大西洋海流の影響により冬の寒さは、軽減され、高緯度にかかわらず、同緯度にある、他の地点より高い。1月や2月の平均気温は程度である。押したまわるのは、 通常、年に一二週間くらいである。しかしながら、井戸のため当時のあたりには、昼の時間は6時間と続かず日照は弱く、とても曇りがちな天候は、この時期の暗さを強調している。逆に、ヘルシンキの夏は長い昼の時間を享受し、夏至の頃には19時間ある。6月から8月にかけての最高平均気温はである。海洋性の影響により夏の気温は涼しく、 夜間の気温は内陸部より高い。ヘルシンキの最高気温の記録は2010年7月28日ので、最低気温は1987年1月10日ので、あった。夏の気温がを超えることは稀である。ドイツの建築家は新しい都市の中心を設計するよう任命された。エンゲルはいくつかのヘルシンキの新古典主義建築の建築物の設計に携わっている。 エンゲルの都市計画の中心的なポイントは、ヘルシンキ原動院広場である。周辺には東側に、西側に、ヘルシンキ大学の本館、北側に、エンゲル没52年の1852年に、完成した巨大な、ヘルシンキ大聖堂がある。後に、エンゲルの新古典主義の都市計画に刺激され、北の白い都市と形容されている。しかしながら、ヘルシンキは、 彼はらの強い影響や1900年代初期にデザインされたナショナルロマンイシズムに強く影響を受けた。多くのアール・ヌーボーの建築物も,も同様におそらくより有名で、この時代ナショナルロマンティックアートではポピュラーなテーマであった。ヘルシンキの新古典主義建築家などの大きな住宅地区の特徴にもなっている。フィンランドの新古典主義建築の巨匠であるエリエル・サーリネン。 1873から1950の代表作には、ヘルシンキ中央駅ある。ヘルシンキのいくつかの建築物は、世界的に著名な建築家であるアルバ・アールとのものを、特徴とし、機能主義建築の先駆者の一人としてみなされている。しかしながら、彼の作品である、静止会社ストラエンソの本社やコンサート会場であるは、市民の間では、意見が分かれる対象となっている。 ヘルシンキの他の有名な機能主義の建築物には、ヘルシンキオリンピックスタジアムや、ボートレース場、自転車競技場、ガラスの宮殿、道路スポーツホール、トゥーロンキーセハリー、ヘルシンキ丸ミ空港などがある。スポーツ競技場は1940年に開催が予定されていたヘルシンキオリンピックの会場として整備されたが、 第二次世界大戦の影響により中止されたが1952年に開催されたヘルシンキオリンピックの会場としての目的として全てを満たすため整備された。歴史的な相和としてヘルシンキの新古典主義の建築物は多く冷戦時代にハリウッドの映画でソ連を背景として設定されたシーンでソ連では撮影が不可能だったのでしばしば使われた。有名な作品には 1970、レッツ、1981、ゴーリキーパーク、1983がある。いくらかの街並みは、サンクトペテルブルクやモスクワの古い建築物を思い出させ、商業映画に利用されることは、多くの住民を失望させた。同時に、政府は密かに、フィンランドの当局に、このような映画の企画の支援の延長を行わない、ことを指示していた。 ヘルシンキ市議会は85人の議員で構成されている。2012年の地方選では国民連合党23、緑の同盟19、フィンランド社会民主党15が3大勢力である。ヘルシンキ市長のユッシパイユネン、ジュッシパジュネンは国民連合党のメンバーである。フィンランドのすべての自治体議会のようにヘルシンキ市議会は 地方政治の主要な意思決定機関であり、都市計画や学校、保険、公共交通機関など様々な議題を扱っている。85名の議員は4年ごとの市議選で選出されている。伝統的に保守派の国民連合党ココマスは、ヘルシンキの地方政治では、最の政党で、フィンランド社会民主党は2番目に大きな政党であった。 2000年の選挙で緑の同盟はフィンランド国内ではヘルシンキでは支持が最もあり2番目に支持がある政党の地位を得たしかしながら2004年の選挙ではフィンランド社会民主党が再び以前の地位を得ている2008年の選挙では緑の同盟が再び2番目に大きな政党となり2012年の選挙でも保った左翼同盟は4番目に大きな政党で 真のフィンランド人は着実に支持を伸ばしている第五の勢力である。スウェーデン人民党は何年もの間支持を減らしているが、これはヘルシンキのスウェーデン語話者の割合が減っていることによる。フィンランド中央党は全国区の政治では三大政党のうちの一つであるが、ヘルシンキではわずかな支持しか得られていない。ヘルシンキには姉妹都市は存在しない。しかし、 EU 加盟国や北欧諸国、バルト海沿岸の都市などとの交流が盛んに行われている。ヘルシンキでは女性の割合がフィンランド国内の51.1%比べ53.4%と高い割合である。ヘルシンキの1平方キロメートルあたりの人口密度は2739.36人、11キロメートルとフィンランドでははるかに高くなっている。 平均寿命は全国平均に比べ若干低く、男性は75.7歳に対し75.1歳、女性は82.5歳に対し81.7歳であった。ヘルシンキは1810年代以来、後にフィンランド共和国となるフィンランド対抗国の首都がトゥルクから選都されて以来強い成長を経験している。ヘルシンキは フィンランド内戦の期間を除いて強い成長を示し続けていた。第二次世界大戦後から1970年代まで地方からフィンランドの都市には多くの人が移動している。1944年から1969年までのヘルシンキシの人口は27万5千人から52万5千6百人とほぼ倍に増加した。1960年代に ヘルシンキの市域人口は主に住宅不足から衰えている。多くの住民は近隣のエスポーやバンターに移動し始め、それ以来人口は急速に増加している。エスポーの人口は1950年の22,874人から2009年には244,353人と60年間で9倍に増加し、今後も増加が見込まれている。バンターも 同様にこの期間急速に変化し、1950年には14,976人に、過ぎなかった人口は2009年には197,663人と13倍増加している。これらの劇的な人口増加は、ヘルシンキ首都圏の自治体に、公共交通の分野や、廃棄物管理などの分野でより強い協力関係を推し進めている。 住宅不足の増加やヘルシンキ都市圏での高い生活コストから多くの日々の通勤者は以前は変皮な田舎に過ぎなかった場所や同じように遠い場所である 50km 離れたロホや、やポルボー 100km 離れたハメンリンナやラハティなどで住宅を見つけることを信いられているフィンランド語とスウェーデン語はヘルシンキ市の公式の言語である 人口の多数の82.5%はフィンランド語を話し母語としている。人口の6.0%はを話している。11.5%はフィンランド語やスウェーデン語以外の言語を母語としている。はフィンランド語やフィンランドスウェーデン語、ロシア語から影響を受けている。フィンランド語は今日ではフィンランド語話者やスウェーデン語話者、他の言語話者、移民などとの間の日々の業務など、 公共の場でのコミュニケーションの友の言語である。話社にフィンランド語の知識がない場合では、英語が通常話されている。スウェーデン語は、市や国の機関では、特にフィンランドスウェーデン語話者を目的にの社会福祉部門やの区間文化センターなどで使われている。フィンランド語の知識は必要不可欠であり、通常は雇用市場では基本的な必要条件である。 フィンランド語話者は1890年にスウェーデン語話者を上回りヘルシンキの人口の多数派になった。当時のヘルシンキの人口は6万1530人であった。現在ではフィンランドスウェーデン語話者に代わってロシア語話者がフィンランドでは増加しており、数の上ではスウェーデン語話者に近づきいずれ上回ることも予想されている。ヘルシンキは フィンランドの海外からの玄関口である。ヘルシンキ市は移民の人口が絶対的にも相対的にもフィンランド国内では最大である。130を超える国の人々がヘルシンキでは見受けられ、移民の大きなグループはロシアやエストニア、スウェーデン、ソマリア、セルビア、中国、イラク、ドイツ、トルコからの人々である。外国人の市民は 人口の8.0%を占め、外国生まれの人は11.1%であった。2012年には68,375人の住民はフィンランドで話されている。フィンランド語やスウェーン語、サーミ語などこれら3つ以外の母語を話している。フィンランドを背景としていない最大のグループは、ロシア、14,532、エストニア、ソマリアであるフィンランドの移民人口の半分は、 ヘルシンキ首都圏に居住し、三分の一はヘルシンキ市内に居住している。ヘルシンキにはフィンランド銀行がある。ヘルシンキ都市圏地域はフィンランドの GDP のおよそ三分の一を生み出し、一人あたりの GDP は全国平均の約一点三倍に達する。フィンランドの百社の大企業のうち八十三社は大ヘルシンキ圏に本社を置いている。これは 国際的なつながりや、物流網、労働力が利用できることによる。しかしながら、いくつかのノキアなどを含む主要な企業は、エスポーなど、近隣の都市に本社を置いている。ヘルシンキを拠点とする主要な企業には大手、通信企業のやメディア企業、ヘルシンギンサノット、大手流通グループケスコ、小売業者ホーク、イランとデパートチェーンストックマンなどがある。二十世紀半ばまで、 ヘルシンキはフィンランドの工業の重要な中心とみなされてきたが、1960年から1980年の間、工業部門の多くの雇用は半分に減った。200のフィンランド人の高所得の企業幹部のうち3分の2は大ヘルシンキ県に居住し42%はヘルシンキに居住している。トップ50の平均所得は165万ユーロであった。 ヘルシンキ証券取引所や多くの銀行がヘルシンキにはあり、フィンランドの金融の中心となっている。ヘルシンキの今日の経済の中心は、情報技術や金融が担っている。ヘルシンキの経済は徐々に工業から今日の基盤となるサービス部門に移ってきた。造船の STX フィンランドや、陶器のアラビア、アセアブラウンボベリの工場は今でも周辺に残っている。 ヘルシンキには190の総合中等学校と41の高等学校、15の職業訓練機関がある。41の高等学校の半数は私立か国立で、残りの半数は自治体運営の公立である。高等教育は8の大学と4のポリテクニックにより提供されている。ヘルシンキはアイットのナレッジセンターとイノベーションコミュニティが共にある場所の一つである。 ヘルシンキにある最大の歴史博物館であるは、戦史時代から21世紀までの幅広い収蔵品を展示している。博物館の建物自体は20世紀初めに建てられた、フィンランドロマン主義建築の中世風の城のスイルで観光名所になっている。他に、有名な歴史博物館には、ヘルシンキ私立博物館があり、来館者に、ヘルシンキの500年の歴史を紹介している。 ヘルシンキ大学もまた多くの博物館を所有し、大学博物館や自然史博物館も含まれる。フィンランド国立美術館は、フィンランドの古典芸術のアテネウム美術館、ヨーロッパの古典芸術のシネブリコフ美術館、モダンアートのヘルシンキ現代美術館の3施設で構成されている。アテネウム美術館の建物は19世紀からの ネオルネサンスの建物で、市内でも著名な私的な建築物である。三つの美術館は、フィンランド政府出資の特殊会社セナーチ、キンティーストットを通じて、国有施設である。ヘルシンキにはやヘルシンキ主劇場、フィンランドスウェーデン語のスベンスコテイットンの三つの主要な劇場がある。ヘルシンキのメインとなる歌劇場にはがあり、都には、ヘルシンキフィルハーモニー還元楽団と、 フィンランド放送公共楽団が本拠地としている。音楽センターにはシベリウス音楽院の一部が含まれている。ヘルシンキで開催される大きなコンサートやイベントは通常、市内に2つあるハートウォールアリーナ屋で開かれている。ヘルシンキにはまたフィンランドでは最大のコンベンションセンターでアがある。多くの広く有名で定評あるバンドはヘルシンキを発祥とし、 その中には、ハノイロックスやヒム、ストラトバリウス、ノーサー、ウィンターさん、フィントロール、エンシフェルム、ザラスマス、アポカリプティカが含まれる。ハートウォールアリーナでは、ユーロビジョンソングコンテスト2006でローディが優勝した、ことからユーロビジョンソングコンテスト2007が開催され、これはフィンランドにとっては、初のユーロビジョンソングコンテストの開催であった。 は毎年8月に開催される芸術や文化の催しで、白夜祭である大抵伝夜が含まれる。バプンアートバプーは、学生や労働者のための毎年恒例のバールプルギスの夜の祭典である。ヘルシンキ原動員広場では2010年9、10月にフィンランドでは過去最大の野外芸術展が開催され、140万人の人々が、 国際的なユナイテッドバディーベアの展示を鑑賞した。ヘルシンキは2012年に世界デザイン首都に選ばれ、都市でデザインを効果的なツールとして、社会や文化、経済開発に使われていると評価された。ヘルシンキが選択される際、世界デザイン首都の審査員は、ヘルシンキで使われている革新への都市に結びついたデザインである組み込み型のデザインを強調し、これらは 世界的なブランドであるノキアやコネ、マリメッコや毎年のヘルシンキデザイン週刊、ヘルシンキ芸術デザイン大学、現在のアールト大学、エリエル・サーリネンやアルバーアールトといった著名な建築家やデザイナーを生み出している。今日では200詩の新聞や320の大衆紙、2100の専門詩、67の民間ラジオ局、3の デジタルラジオチャンネルや一つの全国局5の公共ラジオ局がある。Y41 万2000部が流通しフィンランドは最大の発行部数を誇るヘルシンギンサノマットやタブロイド版の有刊誌、経済紙のを発行しているほか、テレビ局を運営している。他の有名な出版社にはがあり30を超える雑誌を発行し、その中には日刊誌のやタブロイド版の経済誌のがある。 世界的にフィンランド人は他の北欧諸国の人々や日本人と並んで多くの時間を新聞を読む時間に充てている。ラワゴのテレビ局と13のラジオ局を運営する公共放送で、ラの資金は受信料と民放の手数料により賄われている。すべてのテレビチャンネルは地上波やケーブルも含めデジタルテレビ放送である。民放には MTV さんやラジオ局のがあり北欧のメディアグループであるやプロベンテスインディストリアが所有している。人口の約79%はインターネットを利用している。2007年6月末時点でフィンランドでは152万人がブロードバンドのインターネットに接続しており、これは1000人当たり287人が利用していることになる。すべてのフィンランドの学校や公共図書館は インターネットに接続されほとんどの市民は携帯電話を所有しているがは稀である。2009年10月にフィンランドの交通通信省は全てのフィンランドの人々が2010年7月には最低速度1メガビット秒のスピードのインターネットにアクセスできるように約束した。ヘルシンキには長いスポーツの伝統があり、 最初に多くの国際的な認識を得たのは1952年に開催されたヘルシンキオリンピックの期間でその後も市内では様々なスポーツイベントが開催されていい。1983年には初の世界陸上競技選手権大会が開催され、2005年にもヘルシンキで開催され初めて2度開かれた都市となった。1971年、1994年、 2012年にはヨーロッパ陸上競技選手権大会が開催されている。ヘルシンキはフィンランドでは最もポピュラーなチームスポーツで、あるサッカーとアイスホッケーで成功した地元クラブチームを要している。HJK ヘルシンキ、HJK はフィンランドでは最大で最も成功したサッカークラブチームである。ヘルシンキの陸上競技クラブであるヘルシン軍キサベイコも、また、 フィンランド国内では主要な部である。アイスホッケーは多くのヘルシンキ市民にとってはポピュラーなスポーツで、一般的には地元のクラブチームである、ヒフック化を応援している。ヒフックは14のフィンランドチャンピオンシップのタイトルに輝き最上位のバンディデビジョンでプレーしている。オリンピックスタジアムでは1957年にバンディ世界選手権が初めて開催された。 ヘルシンキは1940年のオリンピック開催都市に選ばれたが第二次世界大戦により中止されその代わりに1952年の開催都市となった。オリンピックはヘルシンキにとってはソ連と戦った冬戦争や継続戦争からの経済的な完全な復興や象徴的で画期的な出来事であった。1980年以来、 ヘルシンキシティマラソンが開催されているがこれは通常8月に開催されている。1997年5月25日にはフォーミュラー3000のレースが市内の通りで行われた。2009年にはヨーロッパスケート選手権が開催されている。ヘルシンキの自動車道路網の中心は3本の半円の環状道路であるケイハー I、ケイハー i カンタチエ50は 東西の動脈であるランジベイラやイタベイラなどの高速道路に接続しフィンランド各地通じている。都心部を通るトンネルケスカステイ中ならいは繰り返し提案されているが2011年現在構想段階に止まっている。ヘルシンキの自動車の普及率は1000人当たり390台である。これは同程度の人口密度であるブリュッセルの1000人当たり483台や ストックホルムの401台、オスロの413台に比べると少ない。ヘルシンキの公共交通機関は、路線バス、ヘルシンキトラム、ヘルシンキ地下鉄、ヘルシンキ近郊列車、フェリーなどで構成されている。これらの公共,公共交通機関は2010年に発足したにより統括されている。今日のヘルシンキは、フィンランドの都市では唯一、トラムや 地下鉄が利用できる都市で以前は、トゥルクにもトラムが導入されていたが、1972年に廃止された。ヘルシンキ地下鉄は1982年に開業した。フィンランドでは、唯一の地下鉄システムである。開業から16年間は一路線だけであったが、1998年に、東側に分岐線が開業し3つの駅が追加された。2006年に、 長らく議論されていたエスポー南部への西側への延伸がエスポー市議会により認可され、東側の執法方,方面への延伸は現在議論中である。旅客の利用増加に対応するため、ヘルシン基地下鉄では2014年までにさらに自動化を進める計画があり、古い運行システムを新しいシステムにすることにより、列車の間隔を詰めることが可能になる。 ヘルシンキの主要駅には、ヘルシンキ中央駅やパシラ駅があり、フィンランド各地に向け列車が運行されている。ペンドリーノが主要都市間で運行されているほか、ロシアのサンクトペテルブルクとは、カレリアントレーンズによって3時間半で結ばれている。ヘルシンキの主要空港は、ヘルシンキバンター国際空港で、ヘルシンキ中心部から北へ、約19キロメートルの場所にあり、近隣は、 ファンター市である。欧州域内やアジアの各方面に定期便が就航し、フィンランド航空のハブ空港である。ヘルシンキの二つ目の空港は、ヘルシンキ丸見空港で、プライベートや一般向けに使われている。タリンエワからヘリコプターが利用できる。フェリー航路は、タリン、マリエハムン、ストックホルムへ様々な事業者が運航している。は、可客フェリーで、 ポーランドのグダニスクやドイツのトラフェミュンデやロストック方面が利用できる。は、客船でサンクトペテルブルクへ週3便就航している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。